ゲストさんご紹介したいと思います。初登場になりますね、ディオーラの皆さんです。どうもこんばんは、よろしくお願いします。それでは一人ずつ自己紹介どうぞ。はい、ボーカルのヨーカです。ヨーカさん。ギターのケイです。ケイさん。ドラムの達也です。タッちゃん。ベースのショウヤです。ショウちゃん。はい、よろしくお願いします。4人組でございます。今珍しいですね、逆にギター1人っていうのはね。あ、でもそう、あ、でも割と周りにはあ、おるいますね、はい。あ、ほんまですか。こだわりがあるんですか。いや、単純にもう一人でやりたいなと。まあ、いろんな理由があったんですよね。いろんなことを一人で。あと自分の好きなバンドさんが結構やっぱり4人っていうスタイルが多いので。そうなんですね、やっぱ好きなバンドさんやったらそうですよね、はい、そうなりたいですよね。わ、はい、かりました。さあ、ホットウェーブ初登場ですけども、はい、見たことあるというのは。あります。ヨコさん、はい、その時の印象としては、ちょっと画質にえらい気に、画質気になりましたね。どの画質気になるんですか、テレタマの画質は。見てください、どうですか。あの、テレタマディスってるわけじゃないんですけど、はい、顔リアルだな。なるほど、地デジ素晴らしすぎると。地デジやべえなって。やっぱまだアナログ対応ってここに書いてほしいですね。あ、逆にね、はい、ちょっとふわっとしてほしいと。ですから今日は万全の体制で臨んでるという。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バッチリでございます。真夏でもバッチリで、はい。さあ、初登場、どういうバンドなのかちょっと聞いてみたいと思うんですが、そもそもはヨーカさんとケイさんを中心に結成されてる。はい、ユニットスタートです。もう2人きりで。2人きりスタートです。ボーカルのギターだけで。そうです、なんでみたいな感じ。あ、ビーズみたいな感じ、はい、ベスト版もえらいことになってますからね。そんなにどうでもいいですか。え、なんでなんですか。以前のこのね、ずっと俺と K で2人のバンドをやってたんですけど、はい、前のバンドから一緒で、うんうん、その前のバンドの解散があったんですよ、はいはい、それが2010年の冬のことなんですけど、はいはいはい、まあメンバー間というか、本当にバンドを作るのはやっぱり結局人間なので。あ、まあ、そうですよね、はい、音楽性とか言うよりもね、そうそうそう、音楽性の前に人間性っていうのがやっぱりバンド何より重要なんですよ、はいはいはい、ちょっとその部分でつまずいたバンドだったんですよ。なるほどなるほど。そんでそれがこう解散することになりまして、うん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 、ただね、どうしてもやっぱり俺はケイさんの作る曲が好きだし。なるほど、うん、2人でずっと音楽はその前のバンドから作ってきたので。ああ、歴史がね。そうです。なのでこれはちょっとこんな終わりはどうなんだってね。ああ、うんうんうん、すごいやっぱり2人でずっとそこら辺を話してて、はい、もう最後にやろうと。あ、もう
次やるバンドはもう最後で決めて、もう本当に人に壊されるバンドはもうゴリゴリだというところで、本当に2人で作ろうっていう、逆にまあリズム帯入れるんじゃなくて、まずはもう2人で信頼し合ってるというか、そうですね、だから人間、他のメンバーはまあ後々ついてくるだろうと、なるほどなるほど、だから信じることをやろうと、はいはいはい、なのでいろいろ叩かれもしましたけども、あ、そうなんですね、でもそれも全然承知の上だったので、うんうん、だから結局そのいろいろまあ非難されたりそういうこともあって、うん、それがまた逆に燃えてね、うん、あのいつかもう絶対見返してやろうと、そうそうそう、絶対後悔させてやろうと思って、はいはいはい、ふざけんじゃねえ、はい、いうところがすごくあのエネルギーになって、はあ、うん、それで同調したメンバーが翔也、なるほど、翔也さん入ったのが、一昨年の3月になりますね、そうですね、はい、でもこれも言うたらポンと入った方がいいちゃうんでしょ、そうですね、最初あの指導の時からもサポートをしてくれてて、サポートはずっとやってて、はい、それでまあね、あの一緒にツアー回ってね、うんうん、面談期間がやっぱあるから、やっぱツアーって一緒に生活するからそうなんです、24時間一緒なので、ねえ、いろいろね、その面談の結果人間的にはグーゴーグー出ました、よかった、え、逆に翔也さん的にはこの2人どうやったんですか、そうです、最初の印象としてアウトアウトぶっちゃけアウトだった、早い早い、ぶっちゃけアウトごめん、うちアウトだったんですけど、話してみるともう本当に音楽に対してまっすぐだったので、あ、なるほどね、自分も最後のバンドにしようっていうのは決めてたので、はい、そこはもう熱が一緒だったので、うんうん、じゃあやろうっていう感じですね、はあ、でも入られてもう2年ぐらいですか、そうですね、計算的にどうですか、吉田さん、いいと思います何今の、いやでもあの、はい、割と結構あの最初はあれだったんですけど、自分は人見知りで、はい、あの結構こう受け入れるっていうか、こう心開くまでは時間かかったんですけど、うん、でもあのもう一緒にこうねずっと生活し、生活じゃないですか、ちょっとバーズ生活を、はい、あのしてくる中で、うん、なんかね結構いろいろね、いろんな時間を過ごして、やっと心開いてくれた。ここへ来て。あとやっぱあの唯一 の, あの弦楽器なんで。ああそうかそうか。そうですよね。はい。なんでまあそういう面でもいろいろ話したりして。あ、できる相手としてちゃんと。わ、はい、かりました。こうやって揃った。あ、忘れた。あ忘れないこと。ごめんなさい。達也さんが入られたのがなんとまだ今年なんですね。はい、そうですね。正式には。でもサポートとしてはこれまだ結構。はい、まあ、約11ヶ月ぐらい、まあ、サポート期間があって、うん、あ、なるほど、たっぷりという流れでしたね、うん、これも最初ツアーから一緒にやりだしたんですね、そうなんですよ、同じ、あ、そうだ、ツアーだったのもね、うん、俺も片谷どこでツアーやってましたんですか、僕は福岡、福岡、はい、西、片谷青森から北です、青森からね、すごいですね、そうですね、どうでした、もう、知り合って、うん、まあ、ベースの翔也とは、はい、結構数年の仲なんです、前から知ってた、はい、はい、でもけど会って、会ってでスタジオで会いまして、会いました、でじゃあツアーよろしくみたいな感じに数日後になって、はい、で急いでもう曲を覚えて、そのツアーの中にワンマンとかも含まれて、急いで覚えて、でしかもツアー中スタジオとかに入りましたね、それは入ったね、嘘、はい、入りました、ね、地方とかで、はい、マジで、まずいでしょ、すげえ、はい、ありながらそれでこうこなしていきました。はあ、でも案外この加入、じゃあ加入じゃないよ、サポート始めたね、青森からスタートだったんですけど、はいはい、全然準備期間2週間ぐらいしかなかったんですよ。短い。でその2週間ずっとスタジオ入れるわけでもないし、はいはい、こう本当スタジオ数回入ってすぐ青森だったんですよ。はい、最高だったんですよ。マジで。そのでも最初ってやっぱ緊張感があるから、すごいライブができるんですよ。あ、逆にね。逆にね。最初はええとして、そうそうそう、最高数回やるじゃないですか。はい、出ました。出ました、何に出ました、水戸で出ました、水戸でライトハウス、水戸ライトハウスで出ました、はい、どんな長編が来ました、そして何やったんですか、あの曲の進行間違えました、せやファイヤーとかならんだろ、それでもうほんともう、まああのライブの時はみんな何やってんだよみたいな感じだったんですけど、終わってから怖い、終わってからもうとてつもない空気が流れそりゃマジでやっぱサポートの方間違えたらもう終わりとかよう聞くから、あ、そうなったんですか、ちょっと慣れちゃったんですよね、この空気感が、なるほど、人間慣れるんですよ、慣れが一番怖い、怖いですね、でもそこでなんでまたもう一度再びやろうとつなぎ止めた、いや一回そこでもう切れたので、うん、まあ信じるしかないじゃないですか、
それ以外本当にすごい頑張る人なんです。ああなるほど。頑張るから、はいはいはい、で今までそんなそういう酷な状況ってきっとなかったんだろうなと思って、うん、ああはいはい、だから大人、それもまた経験じゃないですか。はい、で45ぐらいですか。すごいしっかりしてる。いやいや、もうでもそういうところが乗ってくれた、やっぱり人間としてね、うん、魅力のあるやつなんで。ああなるほど。だから結構いきなり乗っかってきっとディオラのやり方とかもね馴染んでなかった頃だった。ああなるほど。そっからしっかりやるようになったし。OK 出ました。 OK 出ました。そのミスが逆に出ました。今も改めて、はい、緊張はもう一度取り戻してくれ。そうですよね。それなかったらまたズルルっといってたかもしれないですからね。なるほどだったかもしれないですね。分かりました。そんな、4人が集まりまして、あ、これちょっと聞いておきましょうか。バンド名の由来も一応、はい、ディオラ、ディオラのディクテートリアルオーラという、はい、独裁的なオーラっていうんですけども、うん、まあ、最初なかったんですね、意味が。あれ、正直意味がなくて、はい、強そうな名前、なんかね、どっしり響きとかディオーラでしょ。ちょっと言ってみて。ディオーラ、あ、いいよ、そうですね、ディオーラ、はい、わかりました。意外と3人でいいかなと。そうですね、はい、それで、で、最初は D から始まるバンドで、やっぱ D がいいですよね。なんかあのね、D が良かったんです。分からんねえ、なんか分からんねえ、D って強そうじゃないですか、どっしりしてて。それは個人の、はい、一個人の、はい、強そうだな。もう皮がミシミシ言ってますよ、さっきから。いいと思いますけど、はい、それで、ね、うん、D から始まるバンドでどっしりしてて、字面がどっしりしてて、なるほど、で、強そうな響きと名前と、あ、そういうもんですよね、でもバンド名ってね。そうなんです。分かりました。じゃあ、お話の続きは CM の後もたっぷり聞いてみたいと思います。引き続きディオーラの皆さんにお話聞いてみたいと思いますが、ちょっと衣装気になったんですけど、はい、でも黒が、そうですね、もう暗黒ですね。それはもう陽花さんのやっぱりコンセプトというか人間性ですかね。あ、黒いんですね。黒いです。Kさんどうですか。僕も黒いですね。わかりました、はい、了解です。ということで黒いんです。わかりましたか。ここで、シングルが発売になるという情報いきましょう。8月28日発売でございます。タイトルなんですか。失欲の聖域という曲です。翼を失ったという、はい、ね、これはですね、普通のシングルとちょっと違うんですよね。そうですね、ディオラがあの、2011年の1月から始動してるんですけど、はい、その始動した時に、限定枚数500枚ぐらいで出した444枚なんです、はいはい、あのデモシングルという形で出してて、はいはい、それがもう本当に始動すぐにもう販売終了してしまって。そうだね、400枚やったらね。そうですね、終了してしまって、でもそれからも、プロモーションビデオになって別 の、 あのミニアルバムに収録されたり、はいはいはい、PV が、その重要な意味合いを持ってる、うん、やっぱりディオラの始まりに対する決意を込めた曲だったので、はいはいはい、ずっと大事な役割の曲として大事にしてきたんですよ、うん、それで、ただそのレコーディングしたのがやっぱり俺と K2 人だったので、はいはいはい、で、翔也も結局はね、参加をしてないしね、うん、ああなるほどね、その時はね。で、達也が新メンバーとして加入するっていうことになって、はいはいはい、これはちょっと、あの新しい命をまた吹き込もうと、この4人でここへ来て4人揃ったし、はい、はい、そういう思いを込めてまた原点に戻るつもりというか、原点に戻るというか、うん、本当にディオラはまたここから始めようっていう、その決意の表れとして、なるほど、はい、この失欲の聖域をリリースしようと。しかもこれ失欲の聖域がありつつ、はい、カップリングの曲も昔の曲というか、そうですね、もう完売してしまった音源だったり、はい、その無料配布された音源であったり、会場限定販売されてもう手に入らない音源、はいはい、その中から、そのファンを、ファン投票というかリクエスト制にして、はいはいはい、その上位2曲を、あ、なるほど、これ届かの手紙とかね、バラードめっちゃいい曲ですけどね、はい、僕というかね、あの前の曲のバージョンを聞いたんですけど、はい、非常にギターの音が、ありがとうございます、めちゃめちゃいいですか、ありがとうございます。今回のその撮り直しの音はどうなりそうとか。いや、もうもともとがその哀愁漂う曲なので、はい、多分もっとこう感情をこう出した哀愁漂った音にできたらなと思います。なんか、ね、洋楽の匂いがすごいですね、ギターから。洋楽大好きですね、はい、誰が、あの元マリリン・マンソン の、はい、ジョン・ファイブっていうんですけど、あのテクニシャン、そうですね、大好きです。なるほど、わかりました。もうね、ジャジメントという曲、はい、3曲目に入って、これがまたね、僕ライブのラス曲っぽい、はい、
曲なんですけど、まあ、ポジティブな歌もんかと思いきや、はい、ヘドバンが始まったりみたいなするような、ビオラなりの希望が詰まってる曲で、あ、そうなんですか、はい、なんか記念すべきにやったまさにジャッジメントな、そうですね、2012年の8月28日、これもリリースが、ちょうど1年前、ちょうど1年前の日に、はいはい、恵比寿リクトルームワンマン、はいはい、ジャッジメントデーというライブがあって、はい、それがその当時ビオラ最大キャパシティの、あ、はいはい、で、うん、本当にその1年も経ってない時にもう渋谷ボックスワンマンで、目黒ロックメーカーワンマン、渋谷 WWW ワンマンとかやっては来たんですけども、本当にそこからもう一気に取ってあげて、もう本当にもう戦いだと、本当にビオラが生きるか死ぬかその戦争だと、そんな熱い、はい、戦争だ、戦争です、本当それぐらいの思いを持ってそのリキトルームワンマンに臨んで挑んでいったんですけども、でその成功を祈りって、その信じて作った、その当日無料配布されたんですけども、その時しかほんなら配ってないやつ、あんな歌詞も結構思いがほんだらすごいと思ってますね、だからこのタイミングでそのリクエストでその上位に来たっていうのが本当になんか思いが届いてたんだなっていうのがすごい嬉しくて、なるほどね、ですからもう非常に一曲一曲あの意味のある3曲が入っているということで、わかりましたね、はい、了解でございます。さあそのシングル8月28日出まして、ライブもありますが、なんとも早くもアルバムの方、はい、もう制作期間で、早いですね、トントン、そうですね、もう今取り掛かってるんですけども、レコーディング入ってるんですけど、はい、素晴らしい、マジっすか、やばいですね、どう変化したとこないですか、この2人が正式に入って、そうですね、はい、この今回ですね、まあ、採用される採用されないうんぬん抜きにしてですね、はい、いいでしょう、初めてこの2人が曲を書いて、はい、これ今まで全くないことですからね、それはね、このアルバムの制作にからですね、本当にもう色を出してきまして、はあ、何色やろな、それはやっぱバンドが黒なんで、はい、黒になっちゃいますね、あ、そうなっちゃったという、染まっちゃったね、染まっちゃいました、それがまあ採用されるかどうか、いつ頃発売とか、これは今年の11月です、もう決まってるんですね、はい、わかりました、ケイさんどうですか、どんなアルバムに仕上がるであろうという、いやもう間違いなく間違いなく、はい、2回言いました、もう間違いなくディオーラベストですね、ディオーラベストがここで、間違いない、もうビーズやないけど、ビーズじゃベストが今日何回も出てくるあ、そうですか、わかりました、吉田さんの時どうですか、そういうディオーラっぽい曲書こうとかなんかあったんですか、いや僕の場合はもうヨーカとケイがメインで作ってるんですけど、うん、やっぱそれがディオーラとして出来上がってる部分もあったので、まあねうん、まあ刺激として自分のカラーを打ち出していければいいなっていうところであんまり意識はしなかったですね、ディオーラ意識はあんまないしなかった、自分の好きな音楽を詰め込んだっていう感じで作りました、その曲を聴いてどういう感想を持ったとかあるんですか、ああ確かにこれはでも面白かったよね、新しい、うん、どんな曲かもしれない、ちょっと暗い曲になっちゃいますね、俺が。ほんまに黒いってこと？暗い。暗い、はい、そうですね。普段は明るい方なの？明るいですね、ポジティブですね、一番。おー。多分ちょっとうちにあるものが出ちゃったのかと思います。あ、だいじめられてない？大丈夫？わかりました。ちょっとバーしちゃいけない内容ですね。かまない、かまない。これで11月アルバムがまあ出るということなんですけど、ツアーの方もまた冬のツアー11月からスタートする。はい、そのアルバムをきっかけに、うん、はい、回れたらなと。ズドンと回る。まあまあ、ちょっとそこら辺の詳細まだ分かりました、 OK ですで、ファイナルはもう決まってるんですよね、はい、12月29日の日曜日どこですか、渋谷公会堂で、わお、でかい、はい、これはちょっと初のホールワンマンですね、初のホール、はい、どうですかこれ、思い切ってこれどん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 大きくなっていってますけど、そうですね、未知に挑んでる感はやっぱり、そうですよね、でもやっぱここはやっとかんとっていう感じですね、それがディオーラなんですよね、攻めるというか、もうそうなんですよ、歩きやすい道を歩いてどうすんのっていうか、同じ時間をね、みんなと同じ時間を生きてるんだから、はいはいはい、生き急いでるとか言われるかもしれないけど、はい、生き急げばいいじゃんって、俺は生き急ぎたいというか、このバンドはそういうバンドだから、みんなが今までそのリキトルームだったり赤坂プリッツだったりとか、はい、そういう風に挑んでこれたわけだし、うん、その精神性というか、それはない、それがディオーラだと思って、うん、挑みたいと思います、わかりました、12月29日でございます、さあそろそろお時間で一人ずつメッセージもらいましょうか、じゃあ誰からいきましょう、じゃあ柴田さんがいきますか、はい、はい、僕地元埼玉なんですよ、あ、そうなんですか、そうなんですよ、
今日すごい嬉しいんですけど。あ、嬉しい、はい、まあ、埼玉含め全国浦和からバスで来ました。どこで来ました？車で来ました。はい、わかりました、はい、まあ、埼玉含め本当に日本全国を独裁したいなと思ってるので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ達也さん行きましょう。はい、まあ、今まで知ってくれてる方も、まあ、これを機に知ってくれてる方も、まあ、より方もじゃないですけど、まあ、これを見てよりディオーラを、はい、好きになってくれたらと思いますので、よろしくお願いします。わかりました。ケイさん、はい、埼玉を少しこれでまた独裁できたかなと思います。 なので、まあ、これからまた全国的にどんどん独裁の手を広めていきたいと思うので、よろしくお願いします。はい、最後横さん。はい、テレビ埼玉、全埼玉県民区民化計画ということでね、これからも、ここ埼玉、まあ、関東のディオラの本拠地ですから、これからもね、よろしくお願いしますということで、本当に渋谷公会堂みんな、この埼玉県民全員来てください。これからも日本全国独裁に向けて頑張りますのでお願いします。はい、ありがとうございました。言える話言えない話、いろいろありがとうございました本日のゲストディオーラの皆さんでした。番組はまた来週です。さようなら。